ゆき先生チャンネル。皆さんこんにちは、ゆきです。今日は以前インスタグラムでみんなから質問を募集させていただいたので、その質問にどんどん答える動画を撮っていこうと思います。想定以上にたくさん質問いただいたので、ちょっと1本の動画にまとめようと思うとすごく長くなっちゃいそうなので、20分間ビデオを回し続けて答えられるだけ答えるっていう企画にしていこうと思います。どん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 答えていくんですけど、場合によっては2本目3本目とシリーズ化してお届けしたいなと思います。他にも聞きたい質問とか、皆さんが希望される動画のテーマのリクエストとかあれば、ぜひこの動画のコメント欄にもたくさん書いてください。で、定期的に質問募集も行っているので、私の個人のインスタグラムをご覧いただいて質問箱に書いていただけると嬉しいです。ではこちらですね、燃え尽き症候群になった時に勉強時間を減らさずに直す方法はありますか。燃え尽き症候群に、なんか自分は人生のうちなったことあんまりないんですよね。で、一つ大切なのは、やっぱり燃え尽きてしまうっていうのは、ある物事にすごく熱中して頑張り続けた結果かなと思うんですよ。で、一つ目標を見つけて、その目標のためにも一生懸命頑張った、素晴らしいことなんですけど、目標をいくつか用意しておくっていうのが、一つ大切なのかもしれません。ちっちゃい山をどん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 登っていくようなイメージで、大きな一つの目標を達成して、その後何もないから燃え尽きて何もできなくなってしまうわけで、その後にまたノルマとかタスクとか目標があったら、どうしてもそのもう一つ山を登っていかなきゃいけなくなるので、常日頃から自分の達成目標みたいなのを定めておくのは大切なのかなと思います。そうは言ってもね、感情的に燃え尽きちゃった、無理だっていう時はあると思うので、時間を決めて完璧に休む、丸1日とか丸2日3日でもいいと思うんですけど、一度仕事や勉強から離れようっていうことにして、遊び尽くしたり趣味に没頭したり、意外とそれもそれで難しくて、元のね勉強とか仕事をする生活に戻った方が楽っていうことが分かったりするものなので、そういう風に自分をコントロールするのがいいのかなっていうのはありますよね。自分で解決できなければ人に頼ることです。友達に相談するなり、周りの大人に相談するなり、実際医者の世界でも結構あるんですよ。例えばある病院とかある分野の中では、すごく評価されて頑張ってた、睡眠時間を削って医療に当たったような人が、違う例えば病院に異動になった瞬間に、なんか環境の違いとか評価されづらくなってしまったとかで、急にやる気を失って何もかも投げ出したくなってしまうみたいなこと、医者の世界でも全然あるし、よく目にするので、最初のお話に戻りますが、一つの目標だけに固執しないことも大切だとは思いますよね。次、学生時代を含む一番大変だったことは何でしょうか。大変だったこと、受験勉強とかも大変だったし、それで言うと勉強そのものが大変っていうのはあまりなかったんですけど、なかなか努力が報われない時期っていうのがあるんですよ。スランプの時期だったりとか、あとは自分の場合は高1高2ぐらいで、今まではすごい自分がちゃんとやってればある程度上の層に入れたんですけど、高1ぐらいで急にね、それまでそこまで真面目にやってなかった子たちが頭角を現して、自分の相対的な順位がガクッと下がってしまった時期があって、そういう時はすごい焦ったし辛かったです、精神的に。でも総じて多分今の仕事が一番大変かも、というか常に一番大変を更新してるような気がします。それだけ充実してるっていうことなのかなと思うんですが、もしくは人間ってうまくできてるので、辛い記憶がだん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 といい記憶にこう塗り替わっていってるっていうことなのかもしれないです。例えば昔の勉強とか研修医時代の仕事とか形成外科医時代の仕事とかに比べた時に、今の仕事が一番やりがいはあるし、その分大変っていう感じですかね。次、高3の娘が秋の模試で大きく成績が落ち、私立文系ですが乖離15偏差値です。浪人覚悟です。助言ください。乖離15偏差値っていうのはあれですかね、今の偏差値と行きたい学校の偏差値の差っていうことなのかな。あえて厳しいことを言うと、この書き方をされてる時点でどうかなっていう感じで、偏差値はあくまでも一つの指標であって、それにとらわれすぎるのはすごい危険なのでやめた方がいいです。よく質問来るんですよ。僕の偏差値がこれこれで、目標としてる大学がこれこれ、いけるでしょうかとか、いやもうそんなのいけるでしょうかって聞く時点でなんかっていう感じなんですよ。明日受けろって言われたら無理だと思うけど、その数ヶ月とかあるなら全然できるはずだし、その偏差値の数字を一個一個上げていくというよりかは、その偏差値に込められた意味合いというか内容、どの分野の何が足りてなくて何をすればいいのかっていうのを分析する作業をしなきゃいけないんですよ。例えばこれがね、今自分が高2だと、で英語と数学はかなりいいところまで行ってるけど、理科のこういう分野が全然追いつけないんだ、で、あと何ヶ月で追いつくと思いますかとか、なんかそういう聞き方ならいいんですよ。勉強の内容
でこの分野がまだできてないとか、それが何ヶ月ぐらいで追いつくにはどうしたらいいかとか、そういう聞き方ならいいんですけど、偏差値だけ言われてもどうかなと思っちゃいますよね。で、偏差値と勉強時間にこだわってる人でうまくいく人を見たことがない。なのであくまでも勉強は質で捉えてください。この間ね、残り数ヶ月でどう挽回するかっていう動画を出したので必ずそれ見てほしいんですけど、高3の秋からで何々できないですよねっていう考えがある時点で、まあ自分の限界を定めてしまっているというか、いやそこは何とかすればいいじゃんって思うんですよ。なので意識を変えた方がいい。具体的なことはさっきの動画を見ていただけたらと思います。仕事もそうなんですけど、本当にできる人って何とかしますっていう発想なんですよ。絶対無理だって言ってる人とか、無理ですかねとか言ってる人って、まあ無理じゃないですか。そこは何かしらの工夫をしたり、知恵を絞ったり、人の力を借りたりしてできるようにする。でもそれをこうしたいけど、どうしてもこの部分だけできないんだっていうところを相談してほしいです。次が、打って変わってアイラインの脱毛について。自分が迷っているので、やはり生理漏れはあるものでしょうか。生理漏れがあるものでしょうかの意味はちょっとわかんないんですけど、アイラインの脱毛ですね、個人的にはすごいおすすめです。なんなら V ライン以上におすすめかもしれない。ちなみに私、この美容皮膚科美容外科っていう業界で働いてるので、正直 VIO 脱毛が当たり前すぎるんですけど、一般の方にとってどうなのかなっていうのは気になるので、やってるよとか、やったことあるよとか、ツルツルだよとか、もし嫌でなければコメントで教えていただけたら嬉しいです。アイラインって大陰唇のところですよね。そう、私婦人科形成っていう、その女性器の VIO のところの美容整形が一応専門なんですけれども、大陰唇のところの毛は本当になくていいと思っていて、あれがあることでそれこそ生理中に蒸れてしまうとか、蒸れて雑菌が繁殖して炎症になってしまう、かゆみが出てしまう、あとは嫌な匂いを生じてしまうと。診察すると結構いらっしゃるんですよ。そこに汗もみたいなブツブツができてしまって炎症を繰り返してる方とかね。なので取って脱毛して毛が生えなくしておくことで清潔にも保てます。今介護脱毛とかも結構認知度が上がってきまして、いつかね、介護を受ける際にそうやって陰部のところがね、ただれやすくなってしまう原因になるから、その原因となる毛をね、レーダーで処理しておくっていうのはすごくいい発想です。 V ラインを全部ツルツルにするのはもしかしたらちょっと気が引けるっていう方もいると思うんですけど、アイラインだと見えないじゃないですか、温泉とか行っても。そういう意味でアイラインとかはすごいおすすめかなっていうのが私の考えですね。うちのクリニックでもやってるので、やりたい方はぜひご連絡ください。次です。香水が好きなので、お気に入りの香水あったら教えてください。あ、香水は私そんなにいっぱい使わないんですけど、シャネルのガブリエルっていう香水を昔プレゼントでいただいて、すごい好きな香りで、もう10年ぐらいずっとそれ一筋で使ってますね。でもお部屋のフレグランスとかは結構プレゼントでいただいたりすることも多いので、どん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 いろんなものを変えて、気分を変えて使ってます。次、先生は埋没法の占いはされますか。埋没法って二重を作る美容整形のことですよね。まあすごい定番、基本中の基本っていう感じの美容外科の手術なんですけど、糸でキュッとこうズボンをたくし上げるような感じで二重のラインを作るっていう手術が埋没法で、その最後こうお裁縫をやる方は分かると思うんですけど、糸をこう玉結びにしなきゃいけないわけですよ、ループを作るために。でその玉結びにしたこうコロンっていう玉が皮膚の表面側に出るか、粘膜側にしまわれるかっていうことをおっしゃってるのかなと思います。でそれは皆さんの希望を伺って、どっちでもやってるので、まあ、それもカウンセリングで聞いてください。二重もよくやってるので、ご自身とかお子さんとかまぶた気になってるんだっていう方はこれもまたご相談くださいね。予約とかのリンクは概要欄に載ってるので、そちらご覧ください。次です。かなり高得点での理3合格ですが、必ず合格すると思いましたか、落ちるかもと思いましたか。あ、そう、私の理3を受けた時の点数大公開っていうのは別の動画で撮ってるので、まあ、見ていただけたら嬉しいです。これ本当に自慢じゃなくって、私全然 A 判定 B 判定とかも取らなかったし、私が教わってた哲力会の先生たち的にも絶対受かるぜっていう層では全くなかったんですね。で受けた時は全力は尽くしたなっていう感じだったんですけど、確か最後の教科だった理科が全然できなくて、あー結構やばいかもっていう感じで合格発表を待ってたんですよ。自信は五分五分ぐらいだったかな。で合格発表の日、まあ、自宅から東大の掲示板を見るために大学に向かって電車に乗ってたんですけど、その途中で母がそのネットの合格者の掲示板を見たみたいで、私の番号があるよっていうふうにメールをくれて、すごい嬉しくなって小田急線に一人で座ってたんですけど、ピョンって立ってなんかその辺をぐるぐる一周しちゃったのを覚えてます。なんか嬉しくて行っても立ってもいられなくて、シャーみたいな感じで叫びたくなった気持ちを結構今でも鮮明に覚えてますね。っていうことがあったので、
そう、本当に全然できないと思ってたんですけど、センターも二次試験も結構うまくいったんですよ。何か私が他の受験生よりも秀でてたことってなんだろうって思った時に、ただ中1の頃から本当にサボらずにコツ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 真面目に毎週毎週宿題をやって、相当な時間と労力をかけて勉強というものに向かったっていうことぐらいしかなかったんですよね。簡単な言葉で言うと努力をし続けただけだったので、まあ、それが報われたのかなって今でもずっと思ってます。次が、先生のスキンケア教えてほしいです、美容施術もということで、これはね話すとめっちゃ長くなるので私の美容系の動画を見てください。スキンケアで言うと一つ覚えて帰っていただきたいのが、ドクターズコスメって言って医療機関でしか取り扱ってはいけないコスメっていうのがあります。まあ、それは成分によって決まってるんですね。例えば有名なものだとレチノールっていう成分とか、ハイドロキノンっていう成分とか、そういったものを含んだ市販の美容液とかもあるんですけど、濃度とかが結構細かく決まっているので、ある程度濃度が高い、まあ、その分効果があるものってなったら絶対クリニックで処方してもらうのがいいと思うんですよ。自分ももともと肌ってすごい汚くて、特に私中高生の頃ニキビが結構多いタイプだったので、この辺とか今もちょっとまだあるんですけど、ニキビ跡がすごい感じの肌質だったんですよね。凹凸もあれば色素沈着もあって、でよく患者さんには言うんですけど、大学生20歳ぐらいだった頃からいろんな皮膚科とか美容皮膚科とかにかかって貯めたバイト代をね結構使っていろんなレーザーを受けたりはしたんですよ。よくテレビで CM やってるようなニキビ系の化粧水とかも使ったし、でもなかなかうまくいかなくて、結局一番効果があったのって、私が美容を仕事にしてから知ったそういったドクターズコスメと美容皮膚科での施術のこの2つだけなんですよね。コスメで言うとそれこそレチノールとかハイドロキノン、ビタミン C を含んだような化粧品を使うとか、美容皮膚科に関しては、まあ、経験がちゃんとある先生のもとで学びながら、まあ、自分の肌を観察しながら IPL とかピーリングとかを続けてきた。それで相当変わったので、やっぱり変なインフルエンサーの言うこととかテレビ CM の言うことを鵜呑みにするんじゃなくて、国家資格を持っているような、しかもさらにその分野の経験が豊富な、まあ、先生のところにちゃんと行って、スキンケア製品一つ買うでも1万円ぐらいの処置を受けるでもしっかりカウンセリングなり相談を受けた方がいいと思うんですよね。次です。カーッとなって怒ることありますか？あれば怒りの感情の解消法を教えてください。ありますあります。人間なので、私結構感情が起伏が激しい方で、激しいんですけどすごい短時間で戻るんですよね。怒っても多分長く続いたとしても 2,3 分とかで結構すぐ治るので、治って冷静になってごめんさっき言い方きつかったよねとかをすぐに言うようにはしてます。家族とか仕事のスタッフさんとかに対して、まあ、でも本当はねそうやってカーッとならない方がいいんですけど、普段気をつけてることとしては、なんかそうやってイライラっときちゃった時に深呼吸をする、ゆっくり5秒数えるようにしてます。そうするとね結構冷静になれるんですよ。ふーってやりながら 1,2,3,4,5 って数える。あとはおまじないを作っていて、あの家族夫婦間とかでイライラっときたら、イライラしたらラララライっていうことにしててこれがあの、まあ、逆にイライラするんじゃないかと友達には言われましたけど、なんか意外と有効なんですよ。まあ、そういう何かおまじないとかを作っておいて、イライラした時にこう冷静に戻れるような制度というかシステムを作っておくのもいいのかもしれません。次です。勉強方法に子どもと大人で違いがありますでしょうか？面白い質問ですよね。根本的なところで言うと知的好奇心を満たす作業なのであまり変わらないのかなと思うんですが、教える立場とか、まあ、やらせる立場で言うと子どもは結構感情で動くのに対して、大人は損得とか意義とかそういったところで動くのかなっていうのがあるんですよ。つまり子どもは勉強が面白いとかゲームみたいで楽しいとか競い合って勝ちたいとか、そういう感情をうまくコントロールできると勉強がはかどるのかなと思うんですね。一方で大人ってなかなかそういうこうピュアな面白いみたいな感情で今仕事とか勉強に取り組むのってまあ残念ながら難しくなってくるじゃないですか。なので今これを頑張ることで報酬がもらえるとか、自己肯定感が高まるとか、もしくは今自分がやってる仕事が社会貢献につながってるとか、誰かに感謝されるような行いなんだとか、そういった意義づけがしっかり言葉でできる、言語化されているっていうことが大切なのかなと思います。資格試験とかもそうですよね。まあ、自分でよくこの資格試験を受けてみようってなった時に、まあ、その資格試験が何のためにやるのかっていうことがちゃんとはっきりしていないと、もしくはその資格試験を受けてどんな面で自分が得するのかっていうのが分かってないと、ち
っと大変だなって思った時にやっぱいいやって投げ出しちゃうじゃないですか。例えば自分が中国語のね試験を受けた時、まあ、私はそもそも語学は面白いなと思うし、語学を学ぶことでいろんな国の文化に触れたりとかできるしいいよねっていうのがまあ意義だったし、あとはクリニックに患者さんが中国の方がよくいらっしゃるので、そういった方にまあ挨拶プラスアルファでも話せると、まあ、絶対印象っていいよなと、まあ、その分きっと信頼して通い続けてくれるよなとか、まあ、そういった意義というよりかは、まあ、ある意味損得感情みたいなものがちゃんとあって、それを自分で把握してたので、まあ、勉強を頑張ったっていうところもありましたね。なので勉強に対する対価の捉え方が大人と子供で違うのかなと思います。とか喋ってたらもうすぐ20分ぐらいなので、今回の質問コーナーはここまでにします。また次回も質問コーナー取っていこうかな、あと2本ぐらいいけそうな気もするので、次回も必ずチェックしていただけると嬉しいです。でこの動画にコメント書いていただけたら、その質問コメントも次の動画の中で紹介していきたいなと思うので、ぜひいっぱいちっちゃいことでもコメントで質問書いてください。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。